はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ジャギーン、今日はローリングスさんから発売されている HOH 軟式グラブペイズリーのシリーズのご紹介でございます。今日は N64 内野手用です。それではどうぞ。はい、じゃあご紹介していきますね。さっき言いましたシェルバッグにペイズリーの柄プリントの素材を使った商品ですが、今までもハイパーシェル、このアルミカーボンチックなね光沢、それからホワイトカモ、白だけどよく見るとなんか柄が入ってるぞっていう不思議な素材といろいろあったわけですが、今回はペイズリーでございます。今日紹介するのは内野手用ですね。 N64 型 GR1FHP N64、 サイズが 11.5 インチ、11ハーフ、使いやすい内野手用のサイズでございます。カラーはブラックブラックで、ブラックのペイズリーがこのブラックゴールドでございます。場外税込み 24,200円という価格設定。それではシェルパームからいきましょうか。ゴールドスタンプの HOH のデザインがかっこいいポケットに順巻き、ヒールが普通のスタンダードなタイプで、でもゴールドのバインディング、襟側ですね。親指側ストリームドサムにペイズリー、それからこの親指掛け2本掛けですが、これもペイズリーの柄になっております。ミニオーバルが R が入ったこのモディファイド H ウェブはペイズリーの柄、ポイントでバインディングゴールド、こちらがオーバル R、 ラベルはブラックゴールド決まっております。リストストラップはブラックゴールドのペイズリーが入ってございます。じゃあシェルバッグいきますね。ローリングスの刺繍、それから中指と薬指外側、小指外側にかっこいい今回のテーマになっているブラックゴールドのペイズリー、小指の内側にはザ・ゴールドグラブカンパニーの刺繍、そして同じくキラリと光るゴールドのウェルティング玉はみでございます。小指も2本掛けね、こちらねペイズリーの柄ということになりますね。はい、ぐるっと見ましたがどうでしたでしょうか。シェイプはこんな感じですね。はい、ガセットも入って広めのポケット設計となっております。いいんじゃないですか。どうでしたか。なんといってもね、オーダーでも対応できないこのペイズリーのシェルバッグのデザイン、これが一番の売りでございます。クールじゃないですか。それでは皆さん、さようなら。